こんにちは。新州読書会の宮沢です。今日も明治維新の続きの解説をしていきます。内乱の終結、政体書の発布、今や中央政権は京都の天皇政権のみとなった。その領土的基礎も一挙に全国的に広がり、行政事務もまた飛躍的に複雑多岐になった。したがってこれらに対応する政府機構の整備が急がれた。江戸城分け明け会場に従いまして、中央政権が、いよいよ京都の天皇政権のみになったということです。で、ここから統治機構が作られていくということになります。統治機構っていうのはフレーブオブガバメントで呼ばれます。日本国憲法だと40条以下に書かれてることか。統治。個人の人権が、と、統治について、統治っていうのは三権ですよね。今だと国会を、国の統治機構の最高権力にして、司法、行政、立法、三権、分立、分流してますけども、そういう枠組みを作んなきゃ、近代国家の枠組みを作んなきゃいけないわけですね。で、江戸幕府が今まで、王権主義で、フレーブ・オブ・ガバメントを作ってたんで、持ってたわけですね。具体的に法律があったのか。それ近代的な法の体系、統治機構って法の体系でできてるんですよ。で、法律を整備するってことになるわけですね。その法たるや国際的に通用する枠組みじゃないと、近代国家と言えませんから、フランス革命なんかではね、憲法制定議会っていうのを最初に作ったわけですね。普通は、近代国家になるなら、まず憲法制定会議を作るべきだと思いますけども、日本は太平洋戦争に負けても、憲法制定議会は生まれなかったっていうか、今までの議会が勝手に憲法改正してね、日本国憲法発布してますけども、本当だったら、国民の手でね、人民の手で憲法を作んなきゃいけないんですけどね、議会が収集してね、ということになりますけれども、天皇政権が、そのまま統治機構を作るということです。その根拠は、五箇条の御誓文ですね。五箇条の御誓文って以前お話ししましたけども、広く会議を起こし、万機公論に決すべし、上下心を一にし、盛んに競輪を行うべし、幹部一党、庶民に至るまで、各その志を遂げ、人心をして、馬ざらしめんことを要す。旧来の老衆を破り天地の行動に基づくべし、知識を世界に求め大いに好奇を新規すべし。これを神々に誓ったんですね。天地の神々に新国家の基本五箇条を誓ったと。神がかってますからね、日本は。神に誓ってそれを統治機構のフレームですね、法体系の元にしたということですね。で、続きです。慶応4年、明治元年、1868年、うる4月。うる月ってなったんですよ、これね。この頃は。うる4月21日、政府組織の画期的な改革が政体書として発令された。政体書は、まず、五条正門の実践をもって制度、規律を立てる準備とするとの原則を明らかにし、ついで、天下の権力すべてこれ、太政官に、キス、すなわち政令二都に譲るの官なからしむとし、天下すなわち日本国中を支配する単一の中央集権政府を立てることを宣言したということです。天皇政権が政体書っていうのを発令すると。で、これは五箇条の御誓文の実践をもって、制度規律を立てる基準とするっていう原則をもう一度書面で書いて、二重権力にならないようにするってことですね。これから、太政官という、統治機構の総体ですね。統治機構のこと太政官というんですね。この太政官が、
統治機構であって、これから 法律が、の体系ができてて、その正当性は唯一単一の中央政府にあるということを宣言したということですね。で、これがなると何が困るかというと、各藩の自治はどうなんだって問題が出てくるんですね、これね。まあ、幕藩体制ですから、幕府と藩が、一応その、秩序を今まで作ったんですけど、諸藩がどうするかって問題ですね。中央集権になると、まあこれからね、藩籍奉還、廃藩置県って言って、もっとさらに中央集権化が進んでいくんですけども、続きです。この段階では実際には諸藩はまだ幕府時代と同様、その藩内政統治に関する限りは独立性を持っていたが、天皇政権に対立する幕府という中央政権が消滅したのだから、天下の権を太政官に帰すというのも、現実と全く相反することではなかった。この太政官というのは、律令制ってのがあるわけですね。唐から入ってきた日本の律令制ですね。中国の唐から輸入したんですね。その、王朝の、律令を中心とした国家制度ですね。律令ってのは何なのか。刑法か。律が刑法で、令がその他行政法、訴訟法、民事法だそうですけども。私も今ウィキペディアを見ながら喋ってるんですけども。律令制ってのは中国の唐ですね。唐王朝から日本に入ってきて、これでよって日本もその中央集権化が進んだわけですね。これはまあ、社会科の、中学生の社会科でも習いますけども。で、その中に、その、神技官と太政官って分かれてると。祭りごとを行う神技官ですね。あと政治を司る太政官って分かれてて、この太政官っていう名前そのまま取って、内閣が、作られるまでは、1885年に内閣制度ですね。まあ、議会、政民主主義、やる前までは、その、太政官というのが、統治機構、イコール統治機構だったと。で、その、政体書っていうのを、まあ、太政官を、これはどういうものだって、文章で、解き起こしてるはずですね。この生態書自体は、曽根島種臣と、福岡高近って自分、五箇条の御誓文の案書いた人ですね。この二人がアメリカ合衆国憲法と、福沢諭吉の書いた西洋事情っていうものを参考にして、政治大綱ですね。太政官の政治大綱。統治機構について定めた太政官の布告があると。これは発布したと。だけど、俺に対抗するっていうか、まだ諸藩には諸藩の自治がありますから、藩内政治に関する独立性がね。幕府が消滅して、全部天皇政権に、の太政官に、統一されるっていうには、一応、それは暴力で暴力でそれはなってんでしょうけども、国家は暴力措置を独占してますからね、武力で各藩押さえつけてるわけですね。結局江戸幕府が漫才してまだね、これ従わない人は戊辰奥羽越列藩同盟は太政官に帰すっていう気はないですから、この後も戦っていくんですけども、しかしながら、その他は、続きですね。天皇政権に対する幕府という中央政権が消滅したのだから、天下の権を太政官に帰すというのも現実と全く相反することではなかった。また、これより前、4月12日、政府は諸藩に対しても朝廷と同様の大変革をせよ。ことに賢裁というのは賢い人ですね。を挙げて国政一新をすべく、門閥、世禄、価格に関わらず、身分制度を超えて人材を登用し、日本全体の革新を進めよ。他日準権士を派遣し、成績によっては査問すると指令して、中央政府の幕政統制の意図を示した。
生態書にも諸藩の姿勢は五条正門によるべしとして、藩で爵位を与えること、通貨を作ること、外国人を雇うこと、林藩または外国と条約を結ぶことを禁じ、証券を持って大権、中央政府の権を侵してはならぬと定めたということですね。生態書が出る前に、幕藩統制するために、まあ、あの五箇条の御専門に従えっていうのをまず言ったと。で、後日人派遣するからその通りやってるかどうか査問すると。で、さらには生態書の中には、藩内ので爵位を勝手に与えんなと、通貨を勝手に鋳造すんなと、で外国人を雇うなと、林藩、隣の藩とか外国とか勝手に条約を結ぶなということですね。で、各藩が中央政府、天皇政権、中央政府にの大権を犯してはならないと。まあ犯した場合は、まあそれは暴力で制圧されるということですね。で、なぜこれができたかというと、政府にはもうこれを空分に終わらせないだけの実力がすでに出来始めていたということです。もう政府に力があったんで、その太政官に統治機構が権力が全て集中して、政体書に従って藩の政治を変えろっていう命令が、まあそれを受け入れざるを得なかったってことですね、各藩は。で、続きです。なお政府はこれより先、2月23日から太政官日誌という法令人事、政府への下からの伺い書とそれに対する回答などを載せた官報を印刷発行し、政府部内書道の総督陳武士及びはじめ裁判所といい、生態所で府及び県とした政府直轄領、括弧旧幕府から没収したものの、市政機関のみならず各藩にも配布していた。官報ですよ。法令とか人事とか政府への Q&A をまとめた官報を、各藩に配布し始めたってことですね。で、それはなぜかというと、それは政府の政策方針を各地に早く正確に伝達し、下から出される具体的問題への回答を通じて、法令政策の解釈実施の基準を示すもので、中央集権の姿勢を強めるのに大きな意義があったということです。まあ、官報を発布して、早くその、法令とか政策とか、の解釈実施を、の基準をですね、伝達しなきゃいけないと。じゃないと、ほら、何が正しくて正しくないか分かんないですから、各藩もね。官報を読んでその通りにやれってことですね。だから、生態書と官報、太政官日誌が出て、各藩はそれに従って、藩内政治をやってくれっていうことが出たと。それを、守らなければ、まあ、武力で制圧されるってことですね。で、これで中央集権化が進んでいくということになります。で、次回は太政官が実際どういうものか、細かいところを、読んでいきます。今日はここまでです。最後まで聞いていただいてありがとうございました。以上です。